はいどうもお疲れ様です。気になる男の変身動画になります。こちらが本編ですね。前回ね、YouTube でライブをしたりとか動画コンテンツを出すことの意味についてお話ししました。特に YouTube をビジネスでしようと思っている方なんですけども、これね、動画を更新すればいいってもんじゃないんですよ。それ当たり前ですよね。だってビジネスでやるわけですから。言ってみれば駅前でティッシュを配る、そのティッシュに自分の会社の広告が入ってるわけなんですよ。だからね、私の場合は麻雀店でしたけども、麻雀店の広告を渡すのに、ね、どんな人に渡すのか、基本的に女性は全部スルーですよ。女性は基本的にフリーの麻雀店に来ないですから。いや、中には来る人もいるんですよっていう風なおかしな話は聞かなくていいんですよ。大部分は男性だっていう事実があって、少数に対してのコストをかけるのはあまりにも惜しいわけなんですよね。で、あとね、家庭を持ってそうな人も麻雀店に来ません。家庭を持ってる世の中のお父さん、これね、遊んでる暇ないですからね。そんな人を麻雀店にもしね、常連としてさせ込んだら家族に恨まれますよですんで、あ、この人は家庭持ちだろうなと思える人には配りません。となるとね、やっぱり独身の男性、大学生、しかもモテそうにない人になってくるわけですよ、ね、このモテそうにないっていうのを見分けられるかどうかがポイントなんですけども、これはね、分かるわけないですよね。だから自分の感覚になります。でもティッシュを一つ配るにしてもこれだけ違うんですよ。じゃあバイトでティッシュ配りを時給1000円で誰かにお願いしたらどうなります？適当に配りますよね。だから営業はオーナーがするんですよ。あ、この人がうちに来てくれたら丁寧に接客するんだけどな、楽しまして常連するんだけどな、そして今日こうやってコストをかけた元を取るんだけどなっていう意思で、最初の1枚のコストをかけたティッシュ、1枚7年のティッシュを配るわけですよ。ね、でそれを1日に1000枚2000枚と駅前で配ってね、時にはバカにされ小疲れますよ。配って受け取ったはずのティッシュが3秒後に捨てられてますよ。悔しいですよ。いや、でもそれが商売ですから、涙を飲んでその先にある利益を目指すわけですよね。まあそんなこと言ってもね、9年後に私はその麻雀で閉めるわけなんですけどね。だから最善を尽くしてもうまくいかないことがある。これが100点満点でも不合格という烙印が押される社会の厳しさなんですよ。だからといってね、やっても無駄かもしれないからといってやらないわけにはいかない。多くの方はやっても無駄になりそうだからって言ってやりません。でも私はね、やるだけやります。最終的にポシャっても。そうするとね、何が残るかっていうと、結局は A さんも B さんも C さんも不合格、私も不合格、結果はみんな不合格ですよ。でも不合格までに最善を尽くして不合格な人と、どうせダメだからっていうふうに何もせずに不合格な人、内容全く違いますよね。私はいつか合格にたどり着くんですよ。他の人はどうせっていう言葉から何も起こさないんですよ。そして10年20年経っていつの間にか、ああ若い頃やっとけばよかった、あの頃やっておけばよかったなんですよ。でね、若い頃にやっておけばよかった、あの頃にやっておけばよかったって多くの人は言いますけども、いや別に今日から始めてもいいんじゃないですかっていうふうに思いつかないんですよね。つまりあの頃やらなかったから手遅れだから今更やっても無駄っていうふうに、結局は人生のどこのポイントでも何もやらないわけなんですよ。でそういう人で世の中溢れてるんで、私はね、どんなレースでも勝つ自信はありますよね。まあでもね、なんかこう勝負って相対評価じゃないですか。あのお遊び暇つぶしてやってるんだったら、例えば麻雀の話しましたけども、強い人に挑むでもいいんですよ。でもそんな無駄な時間は私はありませんので、まあ麻雀もそうですけどもね、勝って金を稼ぐためにやるわけですから。麻雀だって負けても楽しかったなんてのは人にやらせるときはそういうふうに思わせてましたけども、冗談じゃないですよね。負けてお金がなくなって何も面白くない、そんな麻雀やりたいもんかと思いますよ。だから常に勝つ麻雀、つまり自分よりも弱い人を探す麻雀になりましたけども、これがね、また面白いことに私の場合は特に探さなくても全員弱かったです。未だに自分よりも強い人間現れなかったなと思ってるんですよ。でもこれから麻雀やると強い人間が現れる可能性がありますから、そういう意味でもまあここで勝ち逃げ損切り、あ、得切りですね、またいいでしょこれが。いや、ビジネスだって YouTube だって他のことだってアフィリエイトだってね、やり続ければ結局はプラマイゼロに戻っちゃうんですよ。だから何でもかんでもプラスの間にやめた方がいいかなと思うので、私のビジネスってのはどん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 入れ替わってるんですよね。ブックオフの背取りまでやったわけですよ。1冊100円の本買ってきたりとかね、中古の CD300 円で買ってきてそれを1000円とか2000円で売るみたいなことしてたわけですよ。しまいにはダイソーに行って、なんですかね、おちょことか扇子とかね、日本の国旗とかあるでしょ、
メイドインジャパンに見えるものを集めて、ジャパングッズとか言って海外に売るみたいなことやってましたけどね。まあなかなか面白い隙間産業だったんですけども、まあそれはいいとして、 YouTube をビジネスでやる、特に会社を辞めてビジネス専業でやるって決めた人が、あまりにも暇つぶしなね YouTube をやりすぎてるんじゃないかなというふうに、私は客観的に多くの YouTuber さんを見て感じますね。それこそね、 YouTuber はコツコツとやり続けることが大事って言葉に縛られて、どっちかっていうと視聴者さんを跳ねのける動画ばかりをやっているんですよ、だからそうじゃないんだなと。だったら内容のあるものを週に一発とかね、月に一回やった方がまだマシなんじゃないかなと思って見ていたら、大人の教養 TV ドンテルミー新井さんの動画っていうのが素晴らしい、ね、中田敦彦の YouTube 大学より素晴らしい、似てることをやってるんですけどね。でこの方は今25歳なんですけども、クラウドファンディングって言って視聴者さんから集めたお金で海外の取材に行って、で取材1回100万ぐらいかかるらしいんですけども、まんまとね、多くの方の支援を受けて、その大人の教養 TV を続けてほしいから支援しますっていう方が私も込みでねたくさんいらっしゃって、結局取材旅行が続くってことになります。いや、そのドンデリメアレさんは別に儲かってるわけじゃないですよ。ただ生活費、旅費、経費、取材費用、機材費用、その他が出ますんで、 YouTube 大学に似たそのドンテレビ新井さんの大人の教育 TV って番組が続いてるわけですよ。いや、塾運営も一緒でね、速稼塾を続けてほしいっていう方がいるからリピートして売れるし、新規さんも買ってくださるんですよ。でその中でね、こちらとしては誰がどんなものを欲しがってるのか、誰が何に困ってるのか、やっぱり分からないといけないですよね。だから毎朝のライブ放送を何でするか、もちろん私の趣味っていうところもありますけども、実はねライブ放送に来てる人の一人一人が何に困って、何にだったらコストが払えるのかってことをもう私は把握してるわけなんですよ。でもビジネスをしないんですよね、そこまで来てないからです。ただし FX はニーズが強いことと、それから最近はね YouTube でどうやったら成功できるのか、もしくは AI アートでどうやって稼ぐのか、このニーズがあるんで、こちらの方は始めさせてもらいました。で始める以上、私の場合は売り上げがもうすでに確定しているところでセールスをするんですよ。昔ね、弓道で、弓道、弓の世界ですけども、まあ、有名な方がいらっしゃってね、で私友人にその方の名言を借りたことがあるんですけども、それは何かっていうと、弓道の名人はね、なんであんな遠くに当たる ある的に目視で当たるんですかって聞かれた時に、当たってから打ってるから外れるわけないでしょって言ってるんですよ。当たってから打つ、どういうことだっていうふうに思いますけど、私はピンときましたね。風向きや、それから弓を構える角度、強さ、精神状態、その他がピタッと一致すれば、あとは手を離すだけでもう当たってるようなもんだっていうのはよくわかるんですよ。でこれはね、昔空手の試合を私も実際自分でしたんですけども、トレーニングの量が多くて相手のリサーチができていて、相手の弱点が分かっていれば、もう試合なんてしなくても勝負は決まったようなもんなんですよ。ただ段取りとして試合の日が決まっていて、そこで一応試合っていうセレモニーをしなくちゃいけないんでね、行きますけども、でもどういう手を出したら勝てるのか、何を仕掛けられたらどう返せばいいのかってことを最初からもう分かってるんで、意外な手でも打たれない限りはもうね、あとはそれをなぞるだけなんですよね。これがまさに的に当たってから弓を放つっていうことなんですよ。でビジネスっていうのは2手先3手先を考えることっていうじゃないですか。2手先3手先って何かって言ったら、買う人が決まっていて、払える値段が決まっていて、あとこちらが商品をリリースするかどうかだけの問題なんですよ。だからリリースしなければ迷惑になっちゃうんですよね、どっちかっていうと。だから売ってあげるっていう風な考えになってくるんですよ。これを2手先3手先やるとこういう風になりますよってことなんですよね。しかもこのビジネスを、例えば商品を売って、この人が次にどんなものを求めてくるのかってこともちゃんと把握した上で、こっちでまた商品作ってるわけですよね。またですね、自分の塾生さんが自分の塾をやってます、もしくは始めましたって言ったら、そのために拡散するっていう作業はどうしても欲しいでしょ。集客がこれからなわけですから。だったら私が集客もちゃんとサポートしますよってやったら、その方は喜んでもうビジネスの構築するじゃないですか。だってもう次にどこに宣伝をかければいいかってことがはっきりしてますからね。これが何回も言うように、チャンネル登録1万5000人いる、そのアカウントから発信してもらえるっていう、このバックボーンの強さですよ。おそらくいろんなネットビジネス塾あると思われますけども、残念ながらチャンネル登録が1万人2万人という人が運営している塾はないんじゃないですかね、
あるとしたらもう与沢つらさんとかね、あの辺のビッグネームになって、そもそもそんなことやってくれないわけですよ、そこまでいくと。だって塾生を紹介して全く意味がないですから、自分の塾は紹介しますけども、自分の塾は自分で紹介しろよって話ですよね。もしくは強烈な、それこそ何百万っていうね、広告料を払うんだったら、まあコラボしないでもないよという形になると思います。ですので私たちはやっぱりチャンネル登録者が多いインフルエンサーとタイアップなんてしたいですけども、させてもらえないですよね。まあ私はまあチャンネル登録1万5000人程度ですけども、それでもね、チャンネル登録が2000人3000人の人にとってみたらありがたい場所を提供できるんじゃないかなと思いますので、それはこれからもねお約束します。そして私の視聴者さんが常に私の放送に注目していただけるように、私もライブ放送も欠かさないし、他の有効なコンテンツの提供も欠かさないわけなんです。つまり私がなんでね、自分のチャンネルを育てているかっていうと、私自身のため、ひいては私のチャンネルを通じて商品を売りたい人のために下地を整え続けてるってことなんですよね。そして私が紹介すると一定の信頼関係があるわけですよ。速稼塾の他の生徒さんが作ったものを速稼塾の塾生さんが買う、このルートっていうのは、まあ、まさにね、信頼関係の上に成り立つと思うんですよね。ですので今まで私が紹介した塾で売れなかったものがないわけなんですよ。ですのでどん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 紹介していっていただいてね、速稼塾っていうのはもう本当にね、総合ショッピングセンターだなというふうになるようにしてもらいたいですし、私がね守備範囲外である株スクールなんてのはストーンさんが今やってくださいますし、なんでね、速稼塾関連の株スクールありませんかって言ったら、ありますよ、紹介できますしね、転売だったらこれありますよ、私がやってなくても私の塾生さんがやってますから大丈夫です、何でもありますって言えるわけです。しまいには誰も塾生さんもやってない、もしくはやってたんだけどサポートが終わっちゃったら、じゃあ私がそれやりますわって言うわけなんですよ。私の場合は全てできますんでね。まあ特に力入れてるのが今年は YouTube、 それから NFT、 AI アート、暗号通貨 FX っていうふうになってきますけども、まあアフィリエイトは今やってないですね。アフィリエイトはもうやらないですね、私の手に負えないですからね。はい、まあそんな感じでね、ライブ放送っていうのは視聴者さんが一人一人、視聴者さんの一人一人が何に困って、どれの商品だったらお金を出しても欲しいと思うぐらい困っているかってことを探るためにやるということなんで、今ね視聴者さんをお持ちのインフルエンサーさん、ライブ放送されている方、まあ100人も200人もいたら一人一人の困難を識別するのは難しいと思いますけども、視聴者さんがね10人以下なんだったら、せめてその人たちが何に困っているかは汲み取れるようなライブ放送をしなければ、せっかく皆さんに来ていただいたのにね、ただその場で楽しんで終わりっていうことではちょっともったいないかなと思います。お互いに、ぜひねお金を払ったらもうその問題解決できるよっていうレベルまで放送を高めていただければなと思います。ちなみにですね、私ね顔のシミ取りを昨年したんですよ。これすごかったですね、本当に取れましたね。レーザーでバシッとやるんですよ、痛いんですけどもね、取れました。費用15万でした。だからお金を払うと人相まで変えれるんですよね。もう今ねお金を払ったらね、お金の問題解決もできるし、仕事の問題解決もできるし、恋愛の問題解決もできるし、健康の問題解決もできるんですよ、お金を払ったら。その金額がでかいから自分でやりますわって言って自分でやれないっていう現実があるっていうことだと思いますけどね、まあネットビジネス塾平均単価大体30万ぐらいだと思いますけども、自分のために30万かけられない人はもうもはやほっとくしかないかなっていうところと、あとねその30万を無料動画の放送で稼がしてあげるぐらいのコースを私たち放送発信者は持っていてもいいのかなと思いますね。はい、じゃあ以上のような形で気になる男、役に立てば幸いでございます。ちなみに今回カメラ昔のちょっと古いカメラを使っておりますんで、画面ザラついてるかもしれないですね。はい、カメラが欲しい、これが私の困った問題でございます。もう発注しましたけどね。はい、お疲れ様です。